富裕層が通う超高級肉料理店に行っちゃおうの反省会。はい、ということで反省会始めていきます。はい、はい、じゃあまず2軒目に勝利したいっちゃん、はい、感想どうでしたか？2軒目はもう絶対に食べたいと思ってたんですよ、うん、なんかもうあの雰囲気って絶対に自分が大人になっても入れそうにないから、うん、もうここで食べとかないと一生食べられないものだなと思ったから、うん、もう絶対勝ちたいと思って目つぶってパッて出したら一人勝っててって感じ、うん、でもいっちゃんちゃんしか勝っててさ、いなったってあんなさ喜びっかりしたいちかちゃんので、うん、私たちは初めて見たよね、うんうん、あれは本当に嬉しかった。本当食べたいって言ってたもんね、一番食べたいと思ったもん。よかったね。立ち上がった時さ、うん、よく考えてみれば、うん、椅子にさ、15万円以上スリーにしたからさ、いっちゃんガタって言ったからさ、今思えば、まあ、壊せないから大丈夫。大丈夫。本当に緊張した。で、店の雰囲気が、雰囲気もすごいし、入る前からなんか、スーツの、そう、なんか夢の扉開けるみたいな、なんかすごいさ、重い扉の中から、すごかったよね、あれ。そう、みんなの感じで見上がった。ドキドキしたよね。なんか、事務所の社長さんとかがすごい来てるみたいな雰囲気だったよね。いや、ほんとドキドキしてた。目の前にさ、こう座っててさ、火が目の前にあって、ああ、お肉ディスプレイされてるし、みたいな。そう、思わずキャンプファイヤーの音当たったかも。キャンプファイヤーで。そう、燃えてるから。私は、1軒目と3軒目。勝てたんだけど、まず1軒目はすごい三種盛りはお肉が柔らかくて食べたかったし、もうで、あと焼きすきはすごい好き好きって言ったもんね。モザイクってそうだよ、1軒目からモザイクってどういうこと？なんか私悪いことした？キャラだよ、キャラが犯罪なんでおかしいね、もうおかしくないよ、そんな。いい子だな。モザイク本当にかかると思う。うん、そうそう、なんか冗談で言ってるのかなと思って。多分ね。アンポンだからかけてた。そうだね。全然それ嬉しくない。いや、届けなってことじゃん、でも。そうだよ。アンポンってやっぱ楽しいし、面白いからさ。なんか今、カンペでモザイクキャラ目指そうとか言って。そんな出てる意味ない。モザイクかけといてくださいって感じで、うん、いやだ、あれなの、声まで変えられたらなんかショートだからイチカかもって思われたらちょっとやだわ。あれショートだからアグリイチカどっちみたいな。マミちゃん、まあ、だっけマミちゃんみたいな。フルだけどね。マミちゃんってかさ、マミもそのじゃんけん最弱、まあ、女王みたいな感じで今言われてるけど、スタジオでもさ、なんかアグちゃんとそのマミで対決じゃないけど、最弱を決めようみたいな話あったじゃん、うん、正直、最弱王になりたいかなりたくないか、なりたくないならないよ。絶対自分活用持ってると、うん、まあ口で言えばなんかね、言葉はなんかあれじゃん、なのになんで不思議でたまらないもん。自信があったの。そう、もう今日は絶対勝てる、オムライスは私のものって思ったのに。言ってたもんね。なんだろう、不思議だね、世の中不思議なこといっぱい。本当に、だってさ、焼きすきもしもじゃんけんをしていたら、誰が勝つのかやってみなよって安村さん言われたじゃん。やったらグーグーパーだ、私が勝ったの。そうそう、すごいね。でもそれカットされちゃったから、そう、流してほしかったっていう。そう、なんか私のなんかいいところみたいなやつ結構カットされてて、なんか今までのオープニング東さんがアズメーション、ああ、やってくれて、そう、私もアズメーションやったし、でも全カットみたいになってて、逆にええー、追加でこの辺で流してくれないから、ああ、そうね、今ここでちょっと一番どうぞみたいな感じで、無理かもしれない、ああ、無理かもしれない。じゃあ、いっちゃんはアグちゃんとマミがじゃんけんしたらどっちが勝つと思う？ええー、
両いつも見てる感じで勝ってほしいな、ママちゃん。え、でも、でもマミちゃんが、あの、勝ったら負けキャラができないんだよ。それは花を持たせてあげようよ。何それ、ね、負けキャラになりたいって言ってるじゃん、マミさん。だから私は今回勝とうかなと思ったのに、なんかキャラ潰すみたいな感じになってるし、キャラ潰しちゃう。キャラ潰しちゃうなんてひどいよ。あ、でも、うん、勝ちそうなのはアルポンかなって感じ。そうよね。うん、いやでも私もイエス、あの予想スタジオで予想するときに私はアルポン。予想すぎてもマミちゃんにした。え？なんで？ただ勝ってほしいから。だからみんな手挙げてって私言ってたもん。私が勝てるよ。アルポンさ、ロケバスでもさ、うん、しかもマミとじゃんけんしたらどっちが勝つかねみたいな感じで、うん、2人で話してたじゃん、うん、その時でも私マミとじゃん、マミちゃんとじゃんけんしたら勝てそうみたいな、うん、そう、だから一緒にロケ行ったら私美味しいもの食べれるし、うん、マミちゃんも美味しいキャラで帰れるからみんなが幸せ。よくない？いやーなんか怖いわ。マミは、マミはどっちがいいんだろう。負けたいんじゃん。食べたいでしょ。負けて食べたいんじゃない。そう、負けて食べる。みんな食べる。負けて食べたい。まあ、美味しすぎるそれは。この企画でやっぱじゃんけん、運がないとさ、食べられないからさ、結構重要だよね、じゃんけん。え、神様本当にいるの？さ、いないよ。ベトナさんが言ってた。やっぱご利益ないから、ご利益。ちょっと一回さ、ここでやってこうよ。何？あ、いいよ。今ここで負けたら私、絶対本番で勝てる気がする。あ、なるほど。いいじゃん、いいじゃん。やろうかな、じゃんけん。いける、絶対いける。あー、ちょっと目だけ出すけど。え、金持ちじゃんけんね。そうそう。せーの。金持ちじゃんけん、じゃんけん、ポン！あー、すごい。ほら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 。でも、まだ怖い食べ物はないんだよ。どうしよう。肉料理店に行っちゃおうの反省会でした。